ロンドンオリンピックでのウサインボルト2012年ロンドンオリンピックの陸上競技男子100メートルは8月4日から5日にかけてイギリスロンドンのオリンピックスタジアムで開催された。本競技は予備予選、予選一組8人3組で争われる準決勝、準決勝を通過した8人の出場による決勝の4段階から構成された。ロンドンオリンピックに至るまで 前回2008年北京オリンピックで世界記録を樹立したウサイン・ボルトがスター選手であった。北京オリンピックでは勝利の後のパフォーマンスでも注目された。ボルトに対する賞賛はより真剣な競技姿勢で臨んだ第12回世界陸上まで続いた。しかし次の第13回世界陸上ではフライングによりボルトは失格となり、 共に練習してきた、ヨハン・ブレイクが優勝した。そして2012年のジャマイカのオリンピック、選考会でもブレイクはボルトに勝利した。準決勝第一組に出場したジャスティン・ガトリンは、準決勝の最速記録である9秒82で、通過し、かつての記録保持者であるアサファ・パウエルを下した。さらにファウエルは9秒91をマークした、チュランディ・マルティナにも敗れて9秒94で3位と、 なり、記録により決勝進出を決めた。同組を走ったスワイボーサネーは、前日に続いて、ガンビアの国内記録を更新する10秒18を記録した。第2組には、前回発射で、世界記録保持者のウサイン・ボルトが9秒87で、軽く通過、ライアン・ベイリーが9秒96で2位となった。第3組では9秒85で、 ヨハン・ブレイクが9秒90のタイソンゲーをかわした。この結果、9秒94のパウエルと10秒02のリチャード・トンプソンがタイムにより決勝進出を決めた。期待された決勝ではガトリンが一番にスターティングブロックを飛び出したが、50メートルを過ぎたところで、ボルトが他の競技者全員を抜き去り、100メートルで金メダルを獲得した。ブレイクもガトリンを破り、 ガトリンはゴールラインでゲを交わした。ボルトはカール・ルイス以来史上2人目の2連覇を9秒63をマークして成し遂げ、自身が北京オリンピックでマークしたオリンピック記録を更新した。また、ボルトにとって2番目に良い記録となった。ボルトのジャマイカのチームメイトであるブレイクは9秒75で銀メダル、かつての世界記録保持者で、 オリンピック発射のガトリンが9秒79で銅メダルを獲得した。このレースでは史上初めて3位までが9秒80以内にゴールし、初めて5位までが9秒90以内にゴール、初めて4位までが全員100メートルの優勝経験を持っており、8人中7人が10秒以内に走り切るという数々の記録を達成した。60メートルまでは順調だったが、 そこで負傷したパウエルは唯一10秒を切れず11秒99であった。繰り返しになるがパウエルを除き100メートル決勝の記録としては史上最速であった。ロンドンオリンピック開幕までの世界記録は以下の通りであった。WR 世界記録 AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン大会記録 NR 国家記録 OR オリンピック記録 PB 自己ベスト SB Season Best WL 世界最高本大会において以下の記録が更新された。時刻はすべて英国夏、時間予備予選通過基準、各組上位2着及び、記録上位2名 WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 p b 自己ベスト。 SB シーズンベスト WL 世界最高1組2組3組4組予選通過基準各組上位3着及び記録上3名 WR 世界記録 AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン大会記録 NR 国家記録 OR オリンピック記録 PB 自己ベスト SB シーズンベスト WL 世界最高 DN 回途中棄権 DNS 棄権1組2組3組4組5組6組7組、準決勝通過基準、各組上位2着及び、記録上位2名 WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 p b 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高、DNS 棄権1組2組3組決勝の、 スタート前、セットと言われた瞬間スタート直後、WR 世界記録、AR エリア記録、CR 選手権記録、グレーン、大会記録、NR 国家記録、OR オリンピック記録、PB 自己ベスト、SB シーズンベスト、WL 世界、最高決勝において一人の男が、選手が、用意の姿勢をとっている最中にペットボトルを投げ込んだ。ペットボトルは、 ブレークのすぐ後ろに落ちたが、競技はそのまま続行された。男は、決勝を観戦していた、柔道女子7 0ラム級の同メダリストエディス、ボッシュに取り押さえられ、逮捕された。ボッシュによると、男はボルトに対して侮辱する言葉を発し、その時ボルトは気づかなかったが、暴力には賛成できないし、それを聞いて、残念に思うとコメントした。ありがとうございます。